ただきます。カズさんいらっしゃい、こんにちは。マッツーさんいらっしゃい、こんにちは。ゆきさんいらっしゃい、こんにちは。こんにちは、いらっしゃい。今日のお昼ご飯はね、焼きそば、白ご飯、キノの残り物です。それとオニオンスープ。久しぶりにライブしてますね。え、みんなお昼ご飯食べた？ゆずさんいらっしゃい、おいしそう。あのね、全部残りもんよ。ますみちゃん、バラありがとう。全部残りもの。ゴールデンウィークにね、あのキャビンさんがほらお家にいるから、お昼ご飯さっと作れるようにね、焼きそばなんか買ってたんだけど、あの一玉だけ残ってたの。知ってる？あの、まるちゃんの焼きそば。まるちゃんの焼きそば、3つ入りのね。で、2つは食べたんだけど、1つ残ってたの。こう早く片付けないとね。ゆりさんいらっしゃい、こんにちは。お皿持って食べるのってあんまりお料理よくないよね。しずくちゃんいらっしゃい、こんにちは。お昼ご飯みんな食べてる？ね、一緒に食べよう。うちは冷やし中華。あ、冷やし中華いいな。冷やし中華もあのゴールデンウィークの時やったよ、チャミさんお家にね。 10日間いたから。10日間あの お仕事お休みでね。もうね、最近ね、液体のものをね、肉じゃがテレビカツ、あ、美味しそう。肉じゃがテレビカツごちそうだわ。ねえ、ごちそう。オニオンスープ。あの、新玉ねぎでね。一緒に食べよう。みんなで一緒に食べよう、昼ご飯。ねえねえ、ちょっとこれ反対になってる。これ知ってる、こんにゃくよ、こんにゃく。こんにちは、ゆったんさんいらっしゃい、こんにちは。お久しぶり、ほんと久しぶり。あのね、エルバーね、あのライブ配信したかったんだけどね、ちょっとね、あの控えてたの。あの、まあ、チャミさんがねお仕事お休みだったということもあるけどね。ありがとう、ももちゃん、ありがとうね。そう、焼きそば食べてるよね。あの最後にした配信でね、そのこのそうそう、焼きそば、焼きそばでね、私の実名をね呼んでくれた方がいるの、コメントで。それドキッとして、まあ別にいいんだけどね、私がこんなことしてることはね、別に内緒じゃなくってみんなに公表してるから。綺麗だからいいんだけど、なんかドキッとしてね、それからちょっとね、あのできなくなってた。うん、ありがとう、久しぶり。もう私もみんなにね、会いたくて会いたくて仕方がなかったのよ。もうお話ししたくてね。ね、でもね、うん、ちょっと変に気の弱いとこがあるから。なみちゃん久しぶり。うん。いいのいいの。あのね、きっとね、その方はね、あの
私の本名で、うん、あの頑張ってって声かけてくださったからね、あの本当にあの、うん、なんていう の, あの優しい気持ちでねかけてくれたと思うの。だからドキッとして、いや誰誰誰なんて言ったんだけど、あの名乗ってくれなかったから誰なんだろうなと思ってこんにちはパラダイス、いやあら、いやエロ、いやあのパラダイスさん、いやいや本当ようこそありがとうございますこんなことして、お昼ご飯食べてるの、お昼ご飯食べながらね、あのうだうだうだだね、ただ喋るだけどねいやパラダイスさん来てくれたら嬉しいな。ねパラダイスさんってあのツイキャスのパラダイスさんよきっとね、あのサムネがもうツイキャスでね、ずいぶん長いこと頑張ってらっしゃる方ね、おばあちゃん私みんなのおばあちゃんよ私ね、エルバンとか集まってくれる、来てくれる方のみんなのおばあちゃんだからおばあちゃんって呼んでくれていいのよ、おばあちゃんで来オニオンスープの玉ねぎの玉ねぎの、玉ねぎってなんでこのトロンと出てくるのかなほら、ありがとうございます。みんなも一緒にお昼ご飯食べよう。たけのこ。たけのこと、こんにゃくと、のね、あの、とさににしたの。とさにって、うん、あの、名前はなんか素敵だけどね。ただ、おかかをパッと入れるだけ。超簡単。もうね、本当にね、あのエルバみたいに年、もうエルバ70歳だからね70歳になったらね、こう、誤変しそうになるのよ、あのっていうのが、ね、唾液があんまり出なくなってる、減量時のお昼ご飯抜いてるんです、そんなことないのお昼ご飯しっかり食べてます、なんか、あ、浅野さんが抜いてるの、食べてください、うんもう70歳のおばあちゃんです、すいません若いきね、綺麗な綺麗なね、お嬢さんだったらいいのにね、あのそうやね、20歳代の子がね3人おると思って見てくださいみんなね、おばあちゃんを母ちゃんをね、うまく持ち上げてくる、ねえねえこれ知ってるみんな、あ、また喉詰まりそうないらっしゃい、ママちゃんいらっしゃい、これ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 これ、わかるかな、これこれ、ちゃんと撮れてこれなんか、美容系 YouTuber みたいね、オロラちゃんいらっしゃい、こんにちはこれね、ブリのね、ブリの子、マコすごく安かったの目が切れるまずみさんは、あ、そうだったの、あのまいまいさんのところにいらしたまずみさんですかね、え、そうね今日はあの、うん、とても素敵なあの朝から配信見てたのこんにちは、チーズケーキさん、あ、ちょっとそうお話がね、なんか楽しくって思わずね、あの掃除機かけてたんだけどずっと居座ってた、スキンケアはね、何もしてない、もうね、顔ブルブルって洗ってね、あの化粧水パンパンパンって叩くだけ
緒にいたらうるさいよ。本当にね、ちょっと黙っとけって言われそう。ねえ、ちょっとこれいつかもこれ失敗したのね。おしゃべりばっかりしててね、焼きそば食べてたらね、焼きそばがだんだん冷えて固まってきてね、団子になっちゃったの。そうよ、ポコミちゃんいらっしゃい。たった5分ほど前。ご飯一緒に食べよ。みんなもお昼ご飯今から。ルパンさんいらっしゃい。カズト、カズト君いらっしゃい。うまそうやな、おいしいよ。ありがとう。今日だけ食べよ、朝のちゃん。夜ご飯食べて16時間。ああ、ありがとう。おばあちゃんが作るご飯がうまい。おばあちゃんの作るご飯はおいしいよ。みんなゴールデンウィークどうだった？昼ご飯俺と同じ。本当？本当？キンパちゃん。まるちゃんの焼きそば。まるちゃんの焼きそば。3つ、3玉入ってるの。2玉はゴールデンウィークの時にチャビンさんと食べた。あ、陸上大会。あ、いいな。陸上大会に行ってきたぞ。うん。ありがとう。ヒカルはね、今寝てる。うん。皆さんこんにちは。ジュートくんこんにちは。ジュートちゃんかな。最近ね、目がますますね、見えなくなってきてね。ちょっとカメラを。元気にしてたよ、エルバーね。もう本当にね、ライブ配信したくてうずうずしてたんだけどね。ありがとう、ココミちゃんだけどそんなこと言ってくるの。おはようございます、トラちゃん、ルカちゃん、ルナちゃん、いらっしゃい、こんにちは。おはようございます、こんにちは。芸能人みたいに、おはようございますって。芸能人ってさ、真夜中でもおはようって言うんでしょ。あと水商売もね、知らんけど。ね、音聞こえる？エルバーのこのおしんこ噛むの、たくあんかも。いらっしゃい。何回くらい恋愛しましたか？ねえ、もうね、70歳にもなるからね、忘れてしまった。何回したのか忘れてしまった。どっからどこまでがこうだったのか、恋もどきだったのか、片思いだったのか、ね、一方的にこう、なんていうのか、こう両思いの恋愛って何回あったんだろう。ちょっと今度しっかりノートに書き出しとくわ。もうココミちゃんね、そのエルバーをね、調子乗せたらあかんよ。さつきちゃんいらっしゃい、きれいだきれいだ。カイさんいらっしゃい、こんにちは。ね、今なんかおすすめ乗ってんの？人が集まってきたけど。お昼食べよう、一緒に。一緒に食べよう。もうね、夜は一人でね、食べてたらね、こうあんまり美味しくないけど、こうやってみんなのね、ゴールデンウィーク中華の美味しい中華丼、いいな。どんなゴール、
おすすめ載ってる。やっぱし今から学校行くのみたいに。いってらっしゃい。牛丼作る。あ、中華丼に牛丼いいな。うん、ゴールデンウィークはねゆっくり過ごしてました。うん、あ、そうなの。お一生懸命いらっしゃい。あの70歳のおばあちゃんです。あのこうやってお昼ご飯食べながらうだうだ喋ってます。暑くなってきた。ね、みんなのところお天気どう？昨日ずっと雨だったんだけどね、今日はね とても いいお天気でね、洗濯物が乾きそう。ご飯ありがとうございます。あのね、面白い現象なの。寒い？あんま寒い。ちょっと今日はね、寒いかな。風が強いの。おすすめからいらっしゃい、あっちゃん。初見さんいらっしゃい、こんにちは。雨降って寒い。そう、雨はね、こっちは上がってね、大阪は雨上がってるよ。雨上がってね、お日様が差してきてる。だから、ちょっと肌寒いのかな。でも、こっち喋ってたら、なんかやたら暑くなってきた。そう。ね、するよね。ダブル炭水化物、焼きそばに白ご飯。ね、あのエルバーね、九州生まれで、あの九州育ちで、あの関西に来たのはね、あの就職で出てきたんだけど、でも関西でこのダブル、あのおうどんとご飯食べたりするでしょ。お好み焼きとご飯食べたり、もうそれがね、最初びっくりした。びっくりだけど、今はすっかりちゃんと食べてます。ん、あ、5月5日に同窓会、83歳で、いやー、よかったね。あ、いいな。先生にお会いしたけども、エルバーが70歳だもんね。愛媛から福岡。いいな。ベトちゃん大丈夫？熱冷まし飲んでる？ね、しっかり水分取るんやで。しっかり水分取らんとあかんよ。熱出るときはね。コメントが追いつかない。食べなあかんし。喋らなあかんし、コメント見らなあかんし。70歳の、おばあちゃんのボケ防止。元気な帽子、ありがとう。そんな話はよく聞く。誰が先生か生徒かわからない。生徒もね、年いってしまってるしね。で、あの男の男性の方だったら、こう髪の毛が薄くなったりしてね、みんなが先生に見えたりする。君が肌ありがとう。そう、その話は本当よく聞く。誰が先生かわからないね。 TikTok は勝手に私が始めたの。嬉しがりだから。TikTok も YouTube はね、もう14年前からしてるの。もう全然カソカソ YouTuber だけどね。よかったらチャンネル登録してくれたら、エルバーチャンネルで検索したらすぐ出てきます。TikTok のね、ライブ配信をね、録画したやつをね、出したりしてます。そう、YouTube してるの。14年前から。14年経ってんのに、やっとね、登録者数がね、246名。
ね、年内に300名になりたいな。無駄な配信つまらない。無駄な配信つまらない。つまらない方は見なくていいのよ。つまんないおばあちゃんがね、食べてうだうだ喋っただけだからね、面白くないなと思ったらね、さっとね、さっともう出て行っていいのよ。うん、こんにちは。何時までやりますか。大体1時間1時ぐらいまで。めいちゃんありがとう、こっちこそ。ここみちゃん、もうなんか吹き出すいいのいいの、ほっといていいのよ。どうぞ。もう本当に誤嚥するわ。いいのよね。いろんなこと、いろんな人がいるんだから。そもそもここみちゃんが援護射撃してくれるから。いいのいいの。大丈夫。あ、すぬみちゃん、すぬみちゃんいらっしゃい。大丈夫。そうそう、私配信中にね、私が喉喉詰まらせて大変な状態になったら、みんな今うちの中には犬しかいないから、誰も助けてくれないから、みんな助けてね。今 TikTok で大阪の方面で、70歳のおばあちゃんが配信中にちょっと苦しそうにしてますって、救急車行ってください。大丈夫。もう毎回同じことしてるの。落ち着きます。だって喋りながらね、食べるからね、良くないのよね。食べるときは食べる、喋るときは喋るってね、もう3つのことを一緒にしようとするからね。さっきのラブに行って見せてくればいいのに、失礼な。ありがとう、ゆっくりいただきます。なんか慌てて食べる。ねえ、お育ちが分かるね。ガツガツ、違う、エルバーね、現役の頃に、ね、なんていうの、営業の仕事してたの。営業の仕事でね、営業の仕事してたらね、その時間に追われるからね、なんていうの、早くお昼ご飯を早く食べるというのがね、鉄則だって上司に言われたことがあるので、私食べるのがノロ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 して遅かったからね、上司にね、早飯もね、芸のうちやとかなんか言われて、で早く食べよって言われてね、それからね、なんかなんだか知らないけど、お昼ご飯はものすごく早く食べる癖がついてしまった。ねえ、もうその仕事辞めてもう10年以上に20年以上経つのに。そう、早めちゃよくない。でも昔の上司そんなこと言うのよ、早めしも芸のうちや。ここみちゃんもいいよ、ありがとうね。いいのいいの。エルバーンの配信ね、楽しいなって、全然楽しくもないと思うけど、こうやって来てくれるだけで嬉しいから、うん、で面白くないなと思ったらね、スッとね、スッといなくなってくれたらいいから、いいのよ、うん、全然。エルバーね、結構ね、メンタル強いからね、どんなにひどいね、コメント書かれても平気。大丈夫よ、ありがとうね。鼻水が出てきた。ここみちゃん、ここみちゃんとますみちゃん、食べてね。でもそうやって皆さんがね、
あの、こう、ちゃんとね、あの、こう、エルファーをこう、守ってくれるコメントをね、書いてくれるなんて、ね、めっちゃ嬉しい。涙が出てくる。嬉しいよ、本当に。ありがとうね。うん、琥珀ちゃんいらっしゃい、こんにちは。ありがとう。いいね、いいね、ありがとう。いいね、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 いいね。いいね、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 こう、ハートがこうやって出てくる。ふわ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 って。すごく嬉しいの。これが見たかったのよ。エルバー上品じゃないよ。エルバーはね、あの、もう、ずっこけばあちゃんです。ね、アンポンタンのずっこけばあちゃん。あ、お腹いっぱいになってきた。あ、アイテムありがとう。ありがとう。ありがとうね、バラ。慣れてたよ。あのね、バラありがとうございます。ね、ほんとね、もうこのライブ配信久しぶり、最後にしたのがいつぐらいかな、20日以上前だと思う。ゴールデンウィーク明けのことしんどいので、こういうのを求めてた。あ、そうなんだ。うん、あの、まったりしていって、おばあちゃんのとこで。湯飲んできた。いいな。恭平くん。湯丼。どうしたらそんな風に。ねえ。もうほら。元気よ。バイト頑張れ。そう、休み明けってね。休み明けって仕事しんどいよね。べきかと思ってた。あ、ごめんね、ありがとう。全然元気だったよ。全然元気。あのね、エルバーのバンドの、あの、クライネットさんと一緒にね、野崎観音っていうところに行ってね、知ってる？東京大衆歌謡楽団ってあるの。うん、4人兄弟でね、組んでるバンドでね、昔の古い歌ばっかし歌ってるの。で、それがね、もうすごく、ハマってね、どうしてとかって言ったら、歌ってる歌が全部ね、あの、エルバーの、あの、両親が、口ずさんでた歌ばっかしだから、だから、なんか頭のどっかに残ってんのよね。どの歌も懐かしい。メイクお上手。メイクね、もう、我流なの。ほら、ありがとうございます。メイクは我流なの。あの、むちゃくちゃ、変なことしてると思うだから。あの、久しぶりだから、いつもすっぴんで配信したりするけどね、今日は久しぶりだからちゃんとメイクしなくっちゃと思ってね。ちょっと眉毛がさ、ほら、右左ちょっとおかしいしね、なんかこう、自分の、あの、ゲジゲジ眉毛がちょこっと残ってたりしてね、まあいいやと思って。ね、みんなお昼ご飯食べたの？ほら、ありがとうございます。うん、いつもはね、こんなね、お昼ご飯時にね、食べながらうだうだ喋ってんの。あの、だって、チャビさんがいる時にするの恥ずかしいしね。うん、一度だけ、チャビさんに黙って、チャビさんも一緒にこう、巻き込んでやったことあるけどね。でも、チャビさんは、恥ずかしがり屋だから。面白い人なんだけどね。美空ひばりさん、そう。もうね、自分の親がね、歌ってた歌っていうのは小さい頃に聞いてるからね。ほんと、ありがとう。よこさん、よこちゃん。
そんなメソもございません。あの夜にライブ、夜にライブがね、ジャミさんがいるからね。あの考えておきます、ジャミさんのご機嫌のいい時にね。ジャミさんは絶対にそのあのなんていうの、髪めっちゃ短くなったと思えへん、ね、って聞いてくれる、エプロンありがとう、聞いてくれる。なんか美容院に行くたびにね、あの私も美容院で髪触られてもらったらもう気持ちよくすぐ寝てしまうの。寝てしまってパッと目覚めたらね、もうチンチクリに切られる。前にも言ったけどね、チンチクリに切られて、まあすぐ伸びるからいいかと思って、全部あのお任せしますっていうのよね、私美容師さんに。お任せしたらチンチクリする。ちょっとね、聞いてくれる？チャミさんね、この頭見てなんて言ったと思う？先月はね、和田アキ子みたいだって言ったの。でね、今月はね、なんて言ったと思う？山田花子みたいだって言われたの。いやでも私、和田アキ子も山田花子も大好きだからね、別にあの嫌じゃないしね、そんな恐れ多いことなんだけどね。お任せしなきゃいいと思う。と思うけどね、こうしてください、してくださいってあのこう うまく伝えられないのよね。どうせ土台がね、大したことないのよね。そんないろいろ注文つけるのね、なんかもう申し訳なくってね。だからお任せしますっていうの。そして目、ね、気持ちがよくてこう寝てしまって、パッと目、はい、終わった頃にパッと目覚めたら、本当に、シャンプーしてもらってる間でもね、ね、もうわずかな時間でも眠ってしまいそうな。とにかくもう頭触られてたらね、すぐ寝るの。子供の頃から。本当よ、もう、あのね、子供の頃はね、美容院なんか行かなくてね、いわゆる町の散髪屋さん、散髪屋さんっていうところに行ってて、そしてね、あの、うちの親もお商売してて忙しかったから、じゃあお願いしますって預けていくの。私、ね、なんか3、4歳の私をね、4、5歳だったから。で、あの、なんていうの、あの、利用、床屋さんよね。あの床屋さんの、こう、あの、ところに、あの、子供が座れる、こう、椅子をポコッと乗せてくれて、そこに乗せられてる。で、やってもらってるって、やっぱ、子供の時もね、気持ちがいいからね、寝てしまうわけ。こんなして、こんなんじゃなくて、ふっとこう上げられながらね、またこんなんして、ふっと上げられてね。ヒカルちゃん、ヒカルはね、今15歳。15歳だから、そう、ヒカルよ、ヒカル。カタカナのヒカルね。YouTuber のヒカルと同じ。でも、うちのヒカルの方が先だから。YouTuber のヒカルの方が後。あの、YouTuber のヒカルは、あの、YouTube、本格的にやり出したのが10年ぐらい前って言ってるから、うちの子15歳だから。だから、うちの子の方が早いの。人間だと76歳ぐらい。もうおじいちゃん。ね。おじいちゃん。でね。ちょっとこの頃ね。心臓が弱いから、発作を起こすの。こう、咳込んだみたいになってね。で、夜中に苦しくなったらね、そう、私よりも先輩、私をね、起こしに来るの。あの、光が。顔のとここの辺まで来てね、で手をこうするわけ、なんかこう布団のところをこうして、でパッと目覚めるじゃない。ヒカルどうしたのって言ったらね、黙ってまたこうするの。ね、おしっこしたのって、ヒカルあのマナーベルトしてるからね、おしっこしてるの、じゃあマナーベルト変えてあげようか言うて、あ、うん、で。あの、マナベルト変えてあげたら、ちょっと落ち着いてまた寝たりするけど、それでも、咳込んでる時はね、ずっとね、突っ立ったまま、ゴロンと横ならずにね、突っ立ったまま、苦しいんだと思うのよ。寝る姿勢が。で、顎をね、こう、持ち上げてあげてね、あの、こう腕にね、腕枕、顎を乗せて、あの、腕枕してあげたら、少し落ち着いて寝るの。
スピッツもね、エルバーンね、子供の頃はね、お金持ちのお家にはね、必ずスピッツがいたの。かわいいよね。16歳で亡くなっちゃったんだよね。7歳、7歳だったら何歳ぐらいになるのだろう。7歳だったらもう、あのね、ネットでね、犬の年齢ってね、検索したら出てくるよ。うん。それからね、頼りにしてくれてんの、こんなね、のんきなおばあちゃんをね。うん。そんなこと思ったらね、愛おしいよね。だって、いちこみるくちゃんいらっしゃい。そうそう、ネットでね、犬の年齢って調べたらね、ダーッとね、表になって出てくる。で、加速するんだって、犬の年は。あ、20代ぐらいかな。うん。スピッツ、そう、スピッツね。でもね、この間ね、おじいちゃんがね、こう、よその方だけどね、おじいちゃんがこう、スピッツを連れてるの見たの。7歳、43歳だって。でね、昔のスピッツはね、ワン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 よく吠えてたの。だからスピッツイコールうるさいっていう風なこう、レッテルが貼られてたみたいだけど、今はなんか品種改良されて、あんまりこう、泣かない子になってるっていう話を聞いた。嘘かほんまか知らんけど。ね、うちのヒカルはコメでよく吠えるでしょって言われるけど、あんまり吠えない。うちのヒカルは。マナちゃんいらっしゃい。ほら、もう。焼きそば完食。ちょっと残してるね。綺麗に食べよう。おじいちゃんとこのスピッツ吠えなかったんだ。お利口さんだったのよね。ねえ、きっとしつけが良かったのかな。おじいちゃまの。ねえ。怖がり、その臆病な犬がよく吠えるっていうね。カドケルちゃんいらっしゃい、こんにちは。あ、そうそう、ミックス、でもね、そう、ミックス、ザック雑種。エルバムって、子供の頃ね、飼ってたのミックス雑種犬だけどね。でも雑種ってね、賢いよ。賢くってね、あ、おじいちゃん警察官やってたの。なるほど。で、警察犬なんか育てられるん違う？ねえ。そう、おじいちゃん警察官だったの。すごいな。ありがとう、たーちゃん。一番かわいい。あ、そうなんだ。おじいちゃま、ね、犬が好きだったのね、きっと。おじいちゃま、たくみちゃんのおじいちゃまは、今もお元気？お茶をします。お元気。おじいちゃんも大事にしてあげてね。炭水化物ってね、意外に美味しいのよね。自分のおばあちゃんみたい。おばあちゃん、もうね、みんなね、エルバンとこ来てくれる人、みんな孫だと思ってるから。え、おじいちゃん、日本に住んでないの？すごい。どこに住んでんの？中国。すごい。
なんかかっこいいな。え、じゃあ、たくみちゃんも中国に遊びに行くことあるのかな？あ、遊びに行ってんの？いいな。すごい。中国語ペラペラ？全然、全然、全然そんなこと思ってないよ。TikTok、TikTok ね、よくわからないくせにね、こんなことしてんの。よくわかってないの、本当に。中国のマンションすっごい綺麗。かっこいいな。へー。素敵なおじいちゃんはね、中国にずっと、じゃあもう、永住してるってことね。エルバの、エルバみたいなおばあちゃんがいたらね、もう世の中うるさくて仕方がないよ。マックで食べてほしい。ね、エルバね、70歳になるまでね、マクドナルドはね、4回か5回しか食べたことないの。マクドナルド。で、マクドナルドはね、お肉が苦手だったからね、からずっと中国にいるの？あ、そうなんだ。あらま。え、ちょっと待って。え、たくみちゃんは日本よね。お父さん、お父さんが中国に単身赴任。あ、ちょっと待って、話がちょっとこんがらがってきた。たくみちゃんは日本よね。おじいちゃまが中国やね。ね、そうやね。で、話整理してんだからね。ほんで、せつきさん？え、読めないよ。マックスから結構、おじいちゃまが中国ね。マックス、知ってる？フィレオフィッシュ？フィレオフィッシュっていうのか、エビバーガー？それしか食べられなかったの。普通のね、ハンバーグに入ってるハンバーガーはね、どうもなんかこう、お肉系統がこう苦手だったから。フィレ、言われ。フィレオフィッシュ。フィレオフィッシュ。フィレオフィッシュ。あ、久しぶり食べたくなったな。あ、警察官、中国の方でやってる。すごーい。すごーい。マック食べてる。こんなでかい、このでっかいの、あ、ガーってかぶりつくの。あ、そうなんだ。中国の方の警察ってすごく権威があるんでしょ？ねえ。あ、フォローありがとうございます。なんか中途半端。こんな残し方したらあかん。あ、警察学校厳しかったんだ。あ、そうなんだ。そう。なんかすごい国際的ね。なんか、ケンタッキーはね、今年になってまだ一回も食べてない。で、70歳までにケンタッキーは、やっぱり5、6回ぐらいしか食べてない。お肉苦手だけども、ケンタッキーはね、なんていうの？ハートありがとうございます。アイテムありがとう。すごくね、こう、初めて食べた時美味しいと思ったの。あ、ハンバーグみたいなお肉だ。あ、さあちゃんもそうなんだ。ちょっと食べれるようになったのよ。今年になってケンタッキー食べてない。ケンタッキー食べたくない。そうなんか、こういう話が出たらね、無性に食べたくなる。ケンタッキーのなんていうの、サクサク感。あれ美味しいよね。そう。そして、大昔にケンタッキー、子供たちがまだ、幼かった頃にね、お土産買ってあげようと思ってケンタッキー、お出かけした時に、ケンタッキーに寄った時に、その時にね、初めてね、なんかコールスローサラダっていうのがこう入ってたの、ちょっとこう、なんていうの、陳列の中に。あ、ケンタッキーのポテト、本当に美味しいらしいね。うん。なんか YouTuber の誰かが言ってた。で、
なんかサラダ系とか食べたいなと思ったその時にね、もうそれこそ40年ぐらい前の話かな、40年以上の前の話、子供たちがまだちっちゃい時で、これは何ですかって、私ね、もっと物知らずだったのよね、アホだからその時初めてね、あのコールスローサラダっていうのを知ったの、キャベツ刻んでねエルバー YouTube 見るだけじゃないよ、エルバーチャンネル持ってるよエルバーチャンネルでいっぺん検索してみて、出てくるから、この顔がこの顔だとか、あの光だとかが出てくるからケンタッキーに返しか、そう、コールサラダ、コールスローサラダ好きじゃない、好き嫌い分かれると思う、あのサラダはきっと、でもあのエルバーはあの野菜がもともと何でも好きだから、あ、これ美味しいなと思って、でもねコールスローサラダね、 YouTube でね美味しい作り方配信してる人がいたので、その通りにね、あの作ったらね本当に美味しかったの。いっぺんちょっとやってみて、コールスローサラダがもしかしたら好きになるかもしれへんよ。ゆかちゃんいらっしゃい、こんにちは。サラダとポテト、そう、サラダとポテトね、今日晩ご飯何しようかな、いつも大概この辺りで、エルバー今日は晩ご飯何するんですかとか言って質問が来るんだけど、白米、そう、見つかった そう、こんな残し方したらあかんよね、どうしよう、おかずがなくなったのこのオニオンスープをぶっかけて食べていい？お行儀悪いことしていい？ね、じゃあって。これちょっとね、ほら、こんなお行儀の悪いことしてるよ。でもね、残したらあかん。あの、お米を残したら目がつぶれるよってよく言われた。なんでか言ったらね、あのお百姓さんがね、一生懸命ね、お米をね、作ってるのね。学校でやったらこれ、そうなんだ。学校でやったら怒られる。エルバーのね、小学生の頃はね、給食でね、ご飯なんか出たことないの。お茶漬け風ソース。あのね、パンしか出たことない。だから、ご飯が大好きなね、エルバーはね、本当にね、今の子羨ましい。ご飯が出てくるのが。お茶漬け風にした。内緒。先生に内緒にしといてね。あ、美味しいかも。もうまたここみちゃんそうやってね、言うでしょ。ちょっと、ここで喉に詰めたらね、シャレにならんね。光が見てる麦ご飯も出るんだ、たくみちゃんはたくみくんだったのよね、ごめんね、女の子かと思ってた男の子だったんだ、そうよね、たくみちゃんっていう女の子よりも男の子の方が多いよね、きっと。あ、なるほどね。OK。コメントでなんか、あの、プライベートなこと書いたら、あの、フィルターかけられちゃうの。配信の人も視聴者さんもちゃんとね、あの守ってくれてる猫ママ、そう、猫ママ、つるめ太郎ちゃん、猫ママよ懐かしいな、猫ママっていう言い方猫ママです。お漬物あと一つだけ
なんか、こう、食道が細くなってんのかな。この頃、本当にね、食べ物がね、スースー入っていかなくなって。本当に。もう年取ったらね、いろんなことが起きてくるよ。だから、よく噛んで、ゆっくり食べんとあかんのね。70歳に見えないな。あ、見えた？え、ちょっと見えてないやろ？ん？ん？見えてない。うん。パンちゃん、光る。光今お水飲んでる。あ、これ食べ終わったら、光る、あの、みんなに見せてあげるね。ご挨拶するね。ごちそうさまでした。完食。光連れてくる。光見たい人。やだやだ、光見える。光を今から捕まえます。光抱っこ嫌いやねん。光抱っこあんまり好きじゃないよね。みんなに皆さんに挨拶しようか。ねえ、こんにちはって。こんにちは。光。みんなが光見たいよって。見たいよって言ってるよ。光のおやつ。お芋さんあげようか。光、おやつ、お芋さんあげようね。ちょっと待ってね。ちょっとだけやで。たくさんはあげられへんからね。光。うん、あげる。あ、こっち。あ、怒った。光が怒った。光が怒ったよ、みんな。ほら、聞こえた？ねえ。抱っこ嫌いな。ねえ、抱っこ嫌いな、光。ほら、光こっち見て。ほら、光。ほら、上。芋ばっかり見てる。ほら、光の声聞こえたでしょ。怒ったん。お芋さんあげる。な、ちょっと待ち。ほら、怒った顔みんな見える。ね、よいしょ。はい、どうぞ。食べにくい。はい、芋の時間。お芋さん。ねえ。はい。お芋さん。ねえ、光お芋さん大好き。好きやもんね、光る。ね。もうちょっとだけしか食べない。ね。たくさん食べたらね、お腹痛くなるからね。ね。光るはね、ポメラニアン。ポメラニアンだけど、柴犬カットしてるからね、ちょっと中途半端に伸びてきた。そのままね、カットしなかったらね、ブワーってなるよ。スピッツみたいになるよ。ソフトクリームありがとう。なんか、もう1時。じゃあ、いつものように、最後は歌を歌ってお別れします。ねえ、ヒカルも一緒に歌おうか。ねえ。そう。デカポメ。デカポメ。ヒカル？あなただけ、一人だけ、
泣くことがあるのは悲しみに向き合える強い人だから私だけ知っている見えない優しさ日だまりのような人それがあなたよあなたしか描けない温かい景色ねいつまでもいつまでも私を照らして私を照らして私を照らして ありがとう。じゃあまたね。みんな元気でね。元気でね。またね。バイバイ。ありがとう。ハートありがとう。ありがとう。バラありがとう。みんなありがとう。みんな元気でね。うん、ありがとう。またお会いしましょう。またね。またね。バイバーイ。